皆さんこんにちは、ミヤクレです。ということで、今回はね、結構重大な発表になるんですけど、まあ、サムネかな、タイトルもね見てもらったら分かると思うんですけど、なんとね、新しいチャンネルを作ろうと思います。イエーイ。はい、というわけで新しいチャンネルね、作ろうと思ったんですけど、まあ、なんでね作ろうと思ったかというところですけど、まあね、なんか今、ね、僕よくやっぱ電波人間の RPG フリーとなんかスプラトゥーン2でやってるじゃないですか。まあよくでね、その中で思ったんですけど、まあなんか分けてもいいかなって思っちゃったんですよね。なんでかっていうと、電波人間で見たい方は見たい、スプラトゥーンとかも見たい方は見たい、やりたい方はやりたいって感じで分けた方がね、なんかいいかなと思って、なんか一緒にやってるのもなんかあれじゃないですか、なんか混ざっちゃってなんかさ、分かんなくなるじゃないですか。なんか見てる方とかもさ、なんか、あ、電波人間見たい人だったらさ、例えば電波人間見たいけどなんかスプラトゥーンかみたいな感じでなんかなっちゃうじゃないですか。だからスプラトゥーン見てる方はね、なんか見たりね、やってる方はね、なんかスプラトゥーンの配信とかしてる時になんか、あ、なんか電波人間かみたいな思っちゃうじゃないですか。だから新しいチャンネルを作ってね、で今使っているこの、まあ、メインチャンネル、今のこのチャンネルは電波人間の動画をメインに投稿してって、でもう一個作るチャンネルに、まあ、スプラトゥーンとか、まあ、その他いろいろね、まあ、ちょっと今後どうなってるか分かんないんですけど、まあ、とりあえずスプラトゥーンの動画とか上げるようなチャンネルにしたいと思います。でもう一個ね、言いたいことがあって、スプラトゥーン2の配信についてなんですけど、スプラトゥーン2の配信ね、実はっていうか、まあやりたいなと思って継続したいと思うんですけど、まあ僕やっぱあの年齢的にまだそんなに、あの、まあ、実家暮らしで、やっぱね、配信っていうのは結構リスクがあるところはあるんですよね。やっぱ例えばなんだろうな、まあなんか家族がなんか、あの、家族の声が入ったりとかって可能性もなくなきにしもあらずなんですよね。まあ、そういう時、やばそうな時はミュートとかするんですけど、やっぱね、そういう時あるとグダってなんかミュートしちゃうと、なんか配信がうまくいかない時とかもあるかもしれないと思ったんで、まあちょっと配信はね、今後はなしか、もしくはなしになることはなくても少なくなるかってところかな。少なくなるか、いや、まあ特別な時だけやるかって感じにしようと思います。はい、ちょっとすいません、あの、家の事情で配信がちょっと結構頑張ったんですけど、これでもちょっとなんかきつ継続するのね、ちょっときつそうなとこあるんで、はい、そんな感じです。そういうのもね、ちょっと話したかったです。ちょうどいい機会なのでね、はい、てな感じで、まあね、新しいチャンネル作るのと、まあ配信のね、関して、まあ、あのスプラ以外にも関係、スプラじゃなくても、まあ、電波人間の、そうですね、電波人間の配信でも、あの、配信自体をやるのがリスクがあるっていうので、まあ、配信自体少なめになると思います。なので、配信ね、楽しみにしてくれた方ね、特にスプラトゥーン2でね、参加型でやってくれた方はね、ちょっと申し訳ないんですけど、まあ、今後は、なしになるかもしれないっていうことをね、ちょっと分かってくれたら嬉しいです。まあ、とりあえず、じゃあこのチャンネルは、まあ、電波人間メインで、でももう一個のチャンネルではスプラトゥーンメインで、まあ、スプラトゥーン2メインでという感じで、まあもう一個のチャンネルでね、まあスプラトゥーン2のね、まあ動画投稿をね、頑張っていこうと思います。今のところ考えてる中でね、まあ、もうちょっと先ではまあどうするかわかんないんですけど、まあちょっと変わっていくと思うんですけど、とりあえず、スプラトゥーン2の、ね、動画ね撮ったので、まあ、多分このチャンネル、この動画出してる頃にはね、出した頃のちょっと先にはね、多分ね、その動画上がってると思うので、スプラトゥーン2の動画ね上がってると思うんでね、よければその新しくね作ったチャンネルでもね、見てくれてくれる方はね、ぜひチャンネル登録ね、してくれると嬉しいです。はい。では今回は、新しくね、チャンネル作るというのと、まあ、配信がね、ちょっとできなくなるか、もしくは、まあ、かなり少なくなるっていうね、ことでした。それでは、今回はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。